皆さんこんばんは。鈴木海花です。今日はまだ道端に雪が残るような寒い夜にお運びいただきまして本当にありがとうございます。ここは塾堂さんは日本で一番の品揃えの本屋さんだと思うんですけども、そこにおいてですね、昨今昆虫の本の売り場面積がぐっと拡大いたしまして、虫の本が多く作られ多く売れているという状況の中でですね、虫友達の天野和俊さんが、明日発売になる本を今日売ろうということで、すごいタイミングで今日は来ていただいて、そうですね、これから制作秘話などを根掘り葉掘り聞き出そうかなと思っています。買うかどうかはそれから聞いてからお決めください。それでは、時事通信社の、昆虫記者こと天野和俊さんです。天野です。皆さん、ソチオリンピックのですね、リーグの分岐お疲れになっていると思いますけれどもですね、私も見てすごいがっくりしててですね、やっぱりああやってですね、プレッシャーをかけられると日本人は弱いということで、これだけたくさんの方が集まられるとですね、私も相当なプレッシャーになってましてですね、どこで4回転ミスするか分かりませんので、よろしくお願いします。私も今日ここに来て手に取ったばかりなんですけども、とにかくまだどこでも売っていません。一番早くても明日からありますので、今日は特別販売をいたしますのでよろしくお願いします。アマゾンも予約なってますね。あ、そう、まだ、じゃあもうこの方たちだけしか買えないわけです、本屋って言ってもあってね、何時間もないんですけどですね、まず天野さん の、 時事ドットコムのサイトを読んでるよっていう方ってどのくらいいらっしゃいますか？ありがたいですね。ですか、ありがとうございます、ね、これをきっかけにですね、はい、ぜひクリックしていただいてですね、私の給料はそこから出てるんですよ。クリック数に応じて給料が出るというそうだそうなんです。よろしくお願いします。お願いします。天野さんって、私は3年ぐらい前に取材をしていただくまで時事、昆虫記者のサイトも全然知らなかったんですけど、初め見てびっくりしたんですよ。だいたい取材申し込んできたのは9月初めで、もういろんな媒体で虫の取材は終わりだよっていう時期に来たので、あれここどうなってるのかなと思ったんですよ。で、時事ドットコムでそこを見たら、なんかこの人一年中やってるなと思ってしかもですよ、会ったら会社の名刺の肩書きに、通信部、国際通信部だっけ、そうですね、外国系だったかもしれないですね。 それに並んで昆虫記者っていう肩書きが会社の正式な名刺に入ってるんですよね。時事通信社さんって向こうに鉄道記者とかそういうのもいるんですか？いや、私はそういう会社にならないと今の時代ダメだとは思ってるんですけども、はい、みんなが、はい、マスコミはもうこうなんですね。そうです。なのでミニコミをたくさん集めた、ニッチをたくさん集めた、はい、そういう世界でしかマスコミってこれから生き残っていけないんじゃないかと思ってて、会社中にいろいろ今電車やらないかとかいろいろ声をかけてるんですけど、多分私が走り時代の先端、はい、ということで名刺にも入ってるんですね。あれいつでも取材とかの名刺あれも持ってっちゃうんですか？今は新しい名刺にしまして、はい、だってほらいろんな人がいるわけでしょ、もらってない方いたら差し上げます、後でそれにも入ってるんですか、昆虫記者って？いや、もう昆虫記者って入ってない名刺は持ってないです。なんかさ、全然違う人を見たら、ムラってぎょっとしますよね。そうです。なんだと思うけど、それをやっちゃう時事通信社さんっていう会社、すごいなと私はちょっと思ったんです。そこに持ってきたかったんですけど、本当そうですね。本当よくクビにならなかったと思いますけどね。そう思いますね。だから、
でもおかげでですね、素晴らしい連載ができたわけで、それがちょっと今日本になったということで、まあ、サイトで読むのはタダですからね、お金を出すかどうか、どこに手があるのかをちょっと鋭く、しつこく粘っこくついていきたいと思っています。一言で言って、サイトと書籍の、そうですね、でもあれですよね、カイカさんの方が先輩ですよね、サイト同じようなことをしたっていうことから行ったという、まあ、どの辺に工夫をなされてたんですか。そんな人に聞く。確かに、ブログをやっていて、それを書籍化って、もう原稿できてるじゃんと思うかもしれないですけど、これ難しいんですよ。で、私も1冊目 のこの虫目で歩けばの方を出した時は、私も物書き歴は長かったんですけども、ブログを書籍化するっていうのは初めてだったので、実際原稿を書き始めてびっくりすること違いがあります。縦にスクロールしながら読む、ブログと、それから、まあ、限られた私服の中でですね、縦書きで読む文章っていうのはもうこんな違うものかと思いまして、非常に苦労しました。で、ただなんていうかな、ブログのカジュアルさはすごく好きなので、それを書籍の中で、その軽快な感じとか本音が出ている感じを残しつつ、文章で本で読む、紙の本で読んでもらうっていうのは、なかなかこれは技が必要だと思いました。で、私は文章全部2冊目のこれもそうですけど、娘の娘もそうですけど、全部書き換えています。で、特に苦労するのが文末の処理ですね。基本日本の文章ってデスマス体か、それともデータである状態で統一するってことになってるんですけども、ちょっと私はしばらく前からエッセイなどは文末を混合にした方がよりなんか気持ちが伝わったり、リズムが出たりすると思ってるんで、それをブログではやってきたんです。で、紙にするときにどうしようかすごい迷ったんですけど、これこのまま紙に書くと絶対高熱で赤が入ってくるんで、事前にそのこのデスマスとダが混じってるのは、これは書き手の意図であると、これは赤入れないでくださいというお願いをしたことなんですね。すごいですよね。そうですね。だと、はい、それがリズムになります。そう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 。で、なんかできるだけ気持ちを表したいんだけど、全部文末をデスマスにするのとかってなんかすごく窮屈じゃないですか。そうですね。小説とか評論とかだったら別なんですけれども。エッセイは本材でこれからいいんじゃないかなと思っていますし、実人者はちょっと硬いんで、そうなんですか。なかなかそういう思い切った、今度その辺どうなってるんですか、天野さんの電子は統一してる。いやいや、難しいところなんですけども、私も実はブログだとか、はい、匿名でやってたりするんですけど、その辺をめちゃめちゃ突っ走るんですけど、さすがに実人者待てっていうふうに声がかかる、かかった、やっぱり会社を背負ってやってます、はいはい、ただ私の場合思ったのは、本は非常に構成をするという意味で、ね、読みやすい、ブログっていうのはもう、途中から読んだら何もわからないんですよ、途中から入ってきた人に何もわからない、で、最初から読んでても話がもう 次から次へと、あっちからこっちへと飛んでいくんですね、で、その日の話題で飛んでいっちゃうんだけど、本にするときっていうのはそれを読む人をどうやって捕まえるかっていうのは、それは構成の仕方なんです、はい、順番をどうするかっていう、まず第一章っていうのが非常につかみ、皆様にとってはですね、本当に中身的には第一章は外れなしお手軽昆虫名所巡りなんですけど、はい、これは基本的には皆様にとっては卒業した分野なんですね。だから入り口、皆さんが、お子さんが例えば虫捕りを始めた、でどう付き合っていいんだかわからないとか、そういう段階の人たちでも入れるような
そういう感じで作ったのが第一章、うん、何章までありますか。第4章までありましたですね。あるんですけど、こんな感じなんですよ。でこの中で、あのネットでは読めませんよっていうものも入ってますか。実は、うん、あのネットは新しくしなきゃいけないんです、はい、で更新しなきゃいけなくて、ある時バッサリなくなるんです。本当に。じゃあもう買わないと読めない。そうなんですよ。もうそろそろですね、多分明日ぐらいはもうないペンがなくさないとダメですよ。今日明日売り出すんだから、新しいバージョンを生み出さないと、はい、我々の世界全部そうなんですけど、はい、題名変えるとか、うん、あの少なくとも表紙だけ変えるとか、はい、そういうことしないとですね、はい、お客さんついてこない。だって向こうただでこっち有料だもん、ね、そうなんです。そうですよ。だからやっぱりネットの方は基本的には期限付き、はい、でパッとなくなる。でそこからまた新しく積み上げていきますので、ネットの方もまあ、それは私の給料ですから、ネットの方もしっかり見ていただくということで、一旦多分どっかでリセットが入ります。で本はリセット入りませんから、買っておけば一生一生読むかこれ一生自分の元にあるっていうところがいいところじゃないかなと思ってますね。で私もさっき初めてもらったんですけど、ちょっとあの触りだけをですね、これから画像を見ながらどんな本なのかっていうのを、そうですね、お話しいただきたいと思いますね、はい。だからさっき言ったようにですね、一番最初の第一章はすっ飛ばしてもいいんです。あの私はもうこんなところ卒業してるという方は全くすっ飛ばしていただいて、でもあの虫に興味のない人とか、子供は好きだけど私虫大嫌いってお母さんたくさんいるんで、そういう方がまずこわごわと入っていただくのが第一章ということで、うん、第一章飛ばしていいです。でも、私的にでもさっき見たら結構いい提案がされているので、そうそう、あのコナーとかね、あ、ファーブルはね、うん、来年が没後100年になるんですよ、うん、なのでできればこの本が売れてですね、フランス政府あたりから私に没後100年取材の依頼が来てくれないかと思ってます。割とこの辺朝日ビューワーデン、これはすごく、あの朝日ビール、ビール飲めます、行くと。で6月頃は蛍の鑑賞会もやってまして、蛍を見て、まあバスで行けば運転手もビール飲めますから、車を運転してると自分だけは飲めないっていうので、お父さんちょっと悲しい思いしてる人いっぱいいましたけど、ここはおすすめです、お酒好きな人は。でこれ神奈川県の、今多分神奈川県というか関東でここしか立町が簡単に見れるっていうところはここしかないんで、なんていうの、石ざれ山って言います。石ざれ山、石すなって書いて石ざれっていうんですよ。石ざれ、ここはもう行けば必ず見れます。本当？うん、だから本当素人おすすめ。私もだから初めて行った時、半分疑って行ったんですけど、でも気温と天気さえ良ければ、気温が15度以上で天気さえ良ければ4月1日ぐらいに行けば、まあ10匹ぐらいは見れる。本当ですか？うん。かなりアマンさんに考えてすぐに行くんですよ私。でももうちょっと情報が絞れてないと、うん、このなんだっけ、石ざれ山って言っても広いんですよ、行ってみると。どこと思うんですけど、そうですね、今までちょっと大変な思いされましたよね、はい、そういう思いばかりしてます。行く人はですね、もうちょっと情報をよく調べて行った方がいいです。でもここでね、見れるんですね。っていうで、なかなか地図付きでいい情報が入っております。そうですね、私が書いた時はもう全然情報入れないで書いてたんで、うん、皆さんは、まあ迷っただろうと思うんですけど、うん、本にはちゃんと情報入ってますね、地図入ってますね。私の多分ブログとか私 のネットとかを見てですね、はい、昆虫記者のホームページを見て、行こうと思った方は多分迷ったと思います。ここはあれですよね、海花さんがよくイベントをやられるとオーナーさん全然 ね、すごく、ここはもうかけねなしに虫いっぱいいますよ。いいですよ、周りがすごいですね。そう、
ここのセンター行ったらその周りを見ないといけないですね。そう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 。で今ねすごいあの雪で大変なんですけれども、大紫の幼虫を飼っている大きなケージにもあの雪が入っちゃったそうなんですけど、まあ、あの雪の湿度はね大紫の幼虫の時いいらしいんですが、これから調査するところだって今朝連絡がありました。でここはあの大紫だけじゃなくてとにかく虫が素晴らしい、なので私も今年また同じ頃の6、7月に絶対行きますね。そうですね、はい、モスウィークかなんか、ね、あ、そうそうそう、7月にナショナルモスウィークっていう世界規模のあの蛾を観察したりするなんか習慣があるらしいんですよ。でそのあたりでまたなんかみんなで行けないかなって思ってますので、もしやりそうだったらあのネットでナショナルモスウィークって入れると素敵なあのホームページが立ちますので、それちょっと見てみてください。でもし何かできそうだったらあのまたブログでお知らせします。簡単に紹介しますと、これは群馬昆虫の森、こんなもんじゃないらしいんですよ。私行った時はもうあのその日は入れなくて、土砂降りの嵐の日だったので一瞬だけ見せてもらって、あの餌だったんですよ。なので普段もう一番すごい時はカブトムシの一つの木にこうしっかりドワーッとくっついてるって言ってましたから、あの子供お子さん連れて行くには土曜日かな、なんか土曜日か日曜日どっちかに、夜開園してるんですね、夏休みだけは、その時はものすごいカブトムシが自然の中で見れるんで、そういう意味ではお子さん男の子だったらおすすめ。最近でも女の子ですね、半分は女の子が参加してるの。これ新宿御苑で、新宿御苑今年もやってると思うんですけども、夜の森探索、これは大体セミを見せるんですけど、まあ初めて見るって結構いるんですよ、この回で。でも実は同じ時間にこの8時頃やるんですけど、同じ時間に家の隣の公園行けば、ね、必ずこれ見れるんですよ、はい、気がついてないだけだ。だからそれを気がつけって教えてくれる意味ではいいかもしれない、ね。これ向島百花園ですね。向島百花園も、秋には虫聞きの会っていうんで虫をたくさん話して、で子どもたちが虫を話して、でそのあとは、まあ、大人がその虫の声を楽しむ、両方兼ねてやってくれるので、なかなか趣があっていいです。で、最初のね章がそんなあのちょっと入門っぽい、でその後にあの昆虫記者と熱中人だっけ、そうですね、素敵っていう賞が来まして、ここのところであの一応私も取り上げていただいてるんですけど、ここはとにかくなんかもうあの人選がすごいすごいんですよ。そうですね、私もいるんですけど超大物も混じってていいんだろうかっていうくらいね。そうですね、落差が結構ありますね。そうなんですね。この賞はですね、それで私も最初あの取材申し込みあったのでサイト見てみたんですけど、なんかすごい大物ばっかりでこの後でいいのかなって思ったくらいこうバラバラなんですね。はい、まあの基本、まあ、大物といえば大物なんですけど、まあ、養老孟司さんとかもいて、養老昆虫館っていうのがありまして、皆さんご存知かと思うんですけども、養老昆虫館っていうのはもう入って、ドア入って、中に何があるかっていうと、標本室しかないんですよ。標本室があって、で研究室があって、でそこで先生がなんか虫をこうやってやってるっていう、それしかなくて、何一つね、食べると食堂もなければ何もないんですよ。そこに、あの養老先生は、最近ラオスなんですけど、ラオスに今休み取って2週間ぐらいバンと行って、帰ってきて、1週間そこに困る。で1週間でそれの虫を整理して保存してっていうのはすごいことをやってて、あ、まあ、なかなか普通の人は入れないのかもしれないんですけど、入れないですよ、多分入れないですよ、うん、もちろん、ね、入れないです。なんでこちらはやっぱりすごい圧迫感を受けますね、天野さん、もうびっくりしますからね。でも天野さん取材の時に下見に行くじゃないですか。ね、当日以前に一度虫見に行くんですよね、あの仕事にかっこつけて一回ほらあの虫見に行く機会が増えるわけだから必ず下見に行くんですよね。で養老先生の時は下見に行ってすごいの見つけたんでしょ。そうそう、これ養老昆虫なんですけど、
やはりこんな感じでものすごいですよ。でほとんどゾウムシの標本、ほとんどゾウムシだと思いますね。ほとんどゾウムシで、ゾウムシ以外ももちろん、ね、ラオスに行けばゾウムシ以外もたくさん取ってくるんですけども、その取ってきた虫は一応標本にするんだけど、他の虫を好きな人がやってきて持ってくる。だから自分のところに残るのはゾウムシだけで、他の人のところ行っておそらくゾウムシ持ってくるんだと思うんですよ。結局ゾウムシだけが残るっていう、そういう構図になってて、これ2階建てなんですけど、これ全部標本箱がずらっとあって、すごいところですよ。これが有名なバカの壁です。馬と、これ、南信吾さんが書いてくれたそうで、これ馬のお尻ですね。でこれが養老さん取れなかったんですよ。やっぱり養老さんの弱みはですね、海外には行くけど意外と日本の地元の虫に弱いっていうのが弱みはねあるんですよ。でこれ取りたかったらしいんですよ、養老さん本当は。これは、箱根に、関東だと多分箱根ぐらいしか、神奈川では箱根にしかないかな、言われてまして、オードリーハムシ、綺麗ですね。これ大きくて、何センチぐらい、これ1センチ強ぐらいありますね。ハムシとしてはすごい大きいです。ハムシとしては多分日本で最大級じゃないですかね。すごい綺麗なハムシで、ただこれは養老さんはずっとその家の周りで探して見つけられなかったっていう話を書いてあるんです、ね、それを下見で見て、とりあえずこいつを見つけなきゃ養老先生に勝てるものはないだろうということで、養老先生に会う1日前にこう行って、でこれを写真に撮って、どうだどうだ参ったかみたいにやったわけです、はい、意外には強がってました、強がってました何度まだいたのかみたいな余裕見せてましたけど、多分、ね、内心は動揺してたと思うんですよねこれは全然私は意識してなかったんですけど、これも同じ養老さんの家の近くで見つけたやつなんですけど、これ絶滅だそうです。神奈川県絶滅だっていう、ここ朝神って言って、実は大麻の栽培をやめてから日本にいなくなるんですよ。その朝なんですか。朝なんです。で代用食としてアザミを食べてるんですね。でたまたまアザミにいたんですよ。これはもうだから神奈川県のなんとか山っていうところにわずかに残ってて、そこもみんながとっと最初に押し寄せて、もう危ないって言ってましたから、でも見つけた、この辺では絶滅だって言ってましたから、言うんですよね。でこれはやっぱり先生驚いてました。おっおっっていう感じがありましたからね。これはさすがにね、これは言わない方がいい、絶対言わない方がいいって言って、人には俺だけでも知るみたいな、これ人には言わない方がいいって言ってましたから、これは結構衝撃やった。ここもそう。これはいいですね。これはたくさんいます。でも箱根っていう名前がついてる虫がやっぱり見たかったんで、これ養老先生に聞いたんですよ。で、箱根の虫って取りたいんですけどって言ったら、養老先生が教えてくれて、でこれいるよって言って、で、教えていただいたところに行ったら、やっぱりかなりたくさんいます。綺麗ですね。これも綺麗ですよ。体の白い毛がなんかくるくるって巻いた毛があるんですね。あれがなかなか綺麗ですね。かわいらしいですよ、箱根らしい。ここにしかいないんです、神奈川県の箱根周辺、日本でここしかいないんです。何月ぐらいに行ったらいいんですか。初夏までですかね。6月とかそんな感じが一番いいんじゃないですかね。ちょうどこういう花が咲き始めてる。箱根つっても広いんですか。養老先生に聞いてください。この情報は養老先生の極秘情報です。まあちょっと調べてから行った方がいいですね。はい。ちょっと待って。片山さんのって見えた。え？片山さん。片山さんもあります。養老先生もそうですけど、片山邦夫さんにも会いに行ってるんですよ。それでこういうすごい大物の方っていうのは、アポ取りは。アムさんご自分でするんですか。いや自分で電話かけるか、メールをするか、でも虫の話だっていう、多分政治の話だったら断られると思うんですよ。いや虫の話一発 OK でその日に OK が来る。養老さんもその日に OK だったし、片山さんもその日に OK だったので、そういう意味では、やっぱり同じ道の人だから、困った人でも多分
大人の世界じゃないと思うんですよ、うん、子供の世界だと思うんですよ、うん、遊びの世界で明日遊びに行こうよみたいな感じで、あ行こうかっていう雰囲気なんですよね、今までの感じ、もう一番鳩山さんがそれが典型的で、インタビューしてたら、はい、で鳩山会館っていうのご存知ですか、すごい立派な鳩山会館っていうのが、ね、ありまして、音羽にあるんですけども、音羽御殿と呼ばれているところで、これはお兄さんと鳩山さんと住んでらっしゃったところなんですけど、ここの思い出を鳩山さんたくさん書いてらっしゃるんですね。でここで私いろんな虫を先に調べて、でここにいる虫を鳩山さんにありましたよっていう話をしたんです。そしたら赤星ゴマダラって今いくらでも日本にいますけど、鳩山さんが子供の頃はいなくて、で、大人になってからは、なんか南西諸島の方がね、わざわざ鹿児島まで取りに行ったっていう話をされてて、で、あ、いましたよ、鳩山会館にって言ったら、行くぞって言って出てちゃったそういう方だから、やっぱり基本虫の話は、大人の話じゃないんで、私みたいなそういうレベルの低い人でもですね、話ができるっていうことで、こういう偉い先生でも、まあ開花さんでも同じですよね。同じレベルでも話ができるということで、はい、いや日本でもあれなんですよ、畑山さんよりも、岩戸さんよりも前に開花さんがいるんですよ。そうなんですよね。ここが開花さんですかね。トップバッターが開花さんですからね、はい、なんか私の今昆虫記者の連載は37回まで ですか、ね、でそのうちの第10回が私の回だったんですよ。あで、そんなそれでこの回からいろんなこういう人が始まるんですよね。あそうかもしれない。で今おっしゃったようにもう大物でも女性でも子供でも関係ない、虫が好きっていうだけで、みんなとこう話してきたのは浜野さんで、その辺にこう上も下もないみたいな、そういうメンタリティが本当いろんな面白い記事を生んだんだなと思うんですけれども、だこういう回も一番だから私が期待しているのは、はい、本を売ることじゃないですよ。ここが期待しているのはですね、皆さんとつながりができて情報がもらえてみたいな、どっか一緒に行けてとか、うん、そういうのが一番どっかが後でメールもらってこんなあれ見たよみたいな話があったら、基本それが一番楽しいんで、そうですね、こういうところに来てます、うん、本当に広がる、はい、もちろんそうです。私が最初にこれを3年半前に出した時はここに、虫好き女性は孤独だって書いてあるんですけど、もうこれを出したことによって今全然孤独じゃないですから、す、ね、日本各地に虫の友達、できたので、本当におっしゃる通りだと思います。海外さんのすごいところはですね、その自分が虫に夢中になってる以上に周りを巻き込んでますよね。というか人も面白いんだよね、虫絡みの、虫についてブログでああだこうだ書くんですけど、やっぱり人間が絡むと突っ込めるとこが急に多くなる。人間は面白いっていうか、虫はすごい面白いんだけど、うん、虫を好きな人間は面白いですね、絶対ね、うん、割とこの頃そっちの方にも行ってますね。そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。で、その女性3人出てくるんですよね、そうですね、続きで、はい、で次に養老先生の次が、まゆこちゃんですね。まゆこちゃんですね、はい、まゆこちゃんは今年中学1年になったお嬢さんなんですけども、今日はねオーストラリア行ってます。七星を見に、そうですね、はい、お母さんと一緒にで受験終わって合格したので行っちゃいました、オーストラリアに。で今日も本当は来るはずだったんですけど、ちょっとそれと勝ち合ってしまって、今頃いっぱいいろんな七星見てるんじゃないですか。すごいですよね、文才がすごいですよね。そうですね、もうだから我々には書けない文章を書きますよね、今ね。だって小学生では未来の人だから、小学生には絶対書けないだろうという文章だけど、我々にも絶対書けない文章を書くんで、
これ絵もすごいですよね。この油絵もむしっていうのは、フィクションなんですよね。童話と言ったらいいか、かなり文章量の多い、あの架空の油絵もむしを巡る話なんですけれども、あのなんかすごい普遍的な内容を含んでいて、賞ももらったんですよね。朝日新聞、子ども新聞の文学賞、はい、そうなんですよ。すごいですね、はい、ですごいのはこれですよね。行ってしまうっていうところがジャングルに、で誰も行く、多分おそらくこれ19マイルというか19マイルって言うんですけども、これ虫の聖地なんですよ。ここを知ってる人は相当深いですよね。お母さんが必死で、お母さんが探したんですよね。19マイルね、お母さんはもともとは京都のお嬢さんで、あのクラシック音楽のピアノやってらっしゃる方で、虫全然関係ないんですけど、本当に意外なことに娘がこういうふうになっちゃったんですけど、あのちょっと何て言うかな、何でも受け入れて、乗れる人なのね。なのであのもう娘と一緒に、あの今はもう方々にこうやって今日もオーストラリア行ってるけど、あのドコジャに追われたりしながら血だらけになりながら、すぐね、あの食草を取りに行ってすぐどっかあの落っこっちゃうんですよ。踏み外して血だらけに足がなくなりとかしてるんですけど、あの迷子ちゃんいろんな虫飼っているので、その食草をねいろいろ調達しに行ったりするんですけど、ね、面白い親子です。すごいですよね、はい、いやここ実はあの舞子ちゃんとお母さんが2人でこの行った多分次の年に僕行ってるんですよ。で全然その時は舞子ちゃんと知らなくて、で19マイルっていうのは普通マニアの間ではカブトムシクワガタなんです。でも舞子ちゃんの場合はバッタ系とかカメムシとか、コノハムシとかね、そういうちょっと普通の男の虫好きがわざわざ19マイルに行って探す対象じゃないんです、うん、で私19マイルに行った時に最初19マイル の, そのオランアスリっていう現そこに住んでらっしゃる先住民の方々は、日本人が来ると虫をいっぱい持ってくるんですよ。もう知ってるんですね、日本人は虫好きだっていうことで、私行った時なぜか持ってきたのカミムシとかバッタとかこれじゃないだろうっていうのを持ってくるんですよ。お前らそうおかしいだろうって言ったら、彼女はそういうのを持ってきたらこれじゃない、日本人が好きだなバッタなんだカメムシなんだカマキリなんだって言って、それ彼女の影響だったんです。その次に僕が行ったらしいんですよ、はい、なんでつまりこの系なんですよね、彼女が好きなのはね。そうですね、この系なんですよ、この系。これすっごいでかいですよ。いいよね。このがでかいですよ。ものすごいでかいですよ。これ七不思議ですけど、日本の七不思議から比べたら、体積で言ったら多分100倍とか、そういう世界でしょ。これもすごいですよね。コノハムシもすごいです。ここのが一番でかいですからね。コノハムシ。超巨大な。で、これが自分で作った人形で、これ似ないってやったらしいんですよ。言葉通じないんで。そしたらあれを持ってきてみんな見せてくれたっていう話で、この人形はね大活躍だったらしいんですよね。あの言葉が通じないけど見せればね、見せればね大体わかるじゃないですか。それからトントン拍子に見つかったって言ってました。そうですね、いやすごかったです、本当にびっくりしました。ものすごいね、僕超貴重なカマキリみたいなのをたくさん持ってくるんですよ、全然興味なかったんですけど、でもあれはすごかったです。あれあの多分あのマイクちゃんが行った後必死で集めたんだと思うんですよ、彼は。日本人はこれだ、日本人これだみたいな感じでめちゃめちゃ集めたんだと思いますね。あ、これ鳩山さんはね、偉いのはね、鳩山さんはあの、まあ、好き嫌いものすごくあると思うんですけれども、嫌いな人もいらっしゃると思うんですけども、虫に関しては、ね、この虫の趣味に関してはね、あの立派です。これものすごいたくさん撮ってますけど、これあのやたらめったら網持って取ってんじゃないんですよ。メス取ってきて卵産ませて、でそれを孵化させて、孵化したやつを揃えてるんですね。だから、あの自然を荒らすっていう感じで集めてるんじゃないんですね。そこがちょっと違うところ。
で、これ小身筋なんですよ。どうでもいい小身筋が。これ実はお孫さんが取ったんですよ。お孫さんが取った小身筋をこんなに綺麗に丁寧に並べて横にしていくっていうところは、これすごいよ。やっぱり自分の血を、虫好きの血を残したいみたいなところがあって、これ名言なんですね。で、これ子供用に作ったカブトムシ部屋だそうです。この中に、カブトムシの幼虫が待ってて、夏になるとここで出てくるっていう人らしいです。すごいです。まあ、ここもなかなか普通の人多分入れないと思うので、これはやっぱり時事通信という看板を背負ってるからですね。そうですね。やっぱり政治部の人が多分後で、な、政治部の人も私が行った後は、なんか虫、お前虫好きかって聞かれるようになってきて、他にいないってね。いないって。だから取材しにくくなったって。これ今もすごい活躍してらっしゃる、はい、昆虫分野にすごい活躍してらっしゃるメレヤマメルク、こっちの犬はご存知ですか？ワサオです、ね、ブサイルワサオ、映画にもなった、映画にもなったワサオで、このワサオを、世に出した人がメレヤマメルクさんという方 でこの方、私が多分虫ガールにしてしまったっていう感じの人で、もう虫ガールって初めて書いて紹介されたというふうな、でその後本当に虫ガールになってしまいまして、今は虫の連載やってます。で多分近々虫の本を出されるということを聞きました。なかなかね、カメラすっごい上手なんです、この人。めちゃめちゃカメラが上手くて、私なんか泳ぎもつかない、すごい綺麗な写真撮ります。ゴキブリも好きだって言ってましたんで、やっぱりその辺はちょっと普通の人とは違う感覚を持ってて、面白いものだから、ワサを見つけるっていう、そういう面白い感覚、面白いものを見つけ出すっていう感覚が、我々みたいに虫を探してるっていうのとはちょっと違うんですけど、虫の面白さを探すっていうのがちょっとまた一味違う感じ。なんかその辺もやっぱり今までの昆虫道みたいのとちょっと違う、違うんですよね。なんかいろんな角度の虫好きがあるんだなっていうことが、はいはい、分かって、非常に梅山さんも面白い人だと思いました。はい、で次が、次どうしましょうか。何じゃあディープに、ディープ先に行っちゃいましょう。ディープに、はい、さらにね、深く踏み込んでいくとこうなると、どうこうなると、はい、毒虫のシリーズなんですけど、恐らく一番アクセス数があったんですよ、毒虫の会話。やっぱり敵を知り己を知れば百戦危うからず。これ知ってないと虫取りに行けないんですよ。触っちゃったらおしまいですから。実用的な、ね、価値もある情報も含んでいるので。そうなんですよね。この会話すごいアクセスが飛び抜けてすごかったんでしょう。すごかったですよね。これ開花さんの痛い話も書いたんで、私が刺されたこれです、これです、これね、そうこれ天敵ですよね。青いラマのことも書いたら、私のブログにもここのリンクからある日通ってきたので、一体何が起こったのかなと思ったらここから来てました。これ痛いんですか？これはないんですよ、僕刺されて。本当に、私3回ぐらい刺されてますけど、なんとか買おうと思ったんですけど、やっぱり無理でした。どうしても刺されちゃうんですよ、気をつけたら。そうね。で、ただ一度刺されれば、あ、このくらいで治るのかなとか、このくらいの痛みなんだなとかが分かるので、また刺されてもいいからイラガは買ってみたいと思っています。そこの広減りだけじゃなくて、台湾イラガ、これが一番普通種なんですけど、台湾もかっきれいですね。綺麗ですよね。綺麗ですよね。私こういうトゲトゲしたものどうも生理的に好きらしいんですよ。本当に虫に来る前が、あれだったんですよ。きっと最初サボテンだったんですだけど、子供が生まれてちょっとサボテンやってると手のひらに細かいトゲがいっぱい刺さってるんですよ、常に。でこのままでちょっと赤ん坊に触るのはまずいなと思って、次には、海の
極秘動物あ、あのウミウシとか近いでしょ、ね、もう近いですね。これじゃこういうのにどうもあのちょっとこう反応する思考があるみたいで、だからイラマ大好きです。あ、はい、一番だから一番気をつけなきゃいけないのはこの2つですよ ね、 すね。これどこにでもいるんで、茶道具これはもうあの椿にいくらでもいますから、これ一番警戒で、で次これですね、うん、これもどこにでもいますよね、うん、でこれもかなりいますよね、うん、既読がんとかこの系統は結構いて、うん、これ僕やられたんですけど、これがね痒いです。あ、そうなん、うん、あの痛がゆい、そんなに、あの腫れは結構赤いのは長いこと残りますけど、あの激痛がないんですよ。刺された瞬間っていうのがない。で後でなんとなくだんだん痒くなってきて、だんだん痛くなってくるっていう感じ で、 でこの系統とか多分他のもそうだと思うんですけど、毛が刺さってるんでこの毛は入ってはいけないです。毒ケムシにやられたと思ったら、あのそのまま家に帰って、でテープでとこれをやられたんです。テープ で、まあ、で取れるだけ取って、その後泡立てて洗うっていう感じで、あのすごいモコモコな泡にして、うん、で泡の中に浮かせて毛を、うん、で流すっていう風にしないと、うん、毛が食い込むと後が長いんです。かいちゃうと毛が食い込んじゃうんで、そこはすごい気をつけていかないと。この辺は結構みんな可愛いと思ってさ、子供が触っちゃうんで、うん、ちょっと気をつけですね、うん、これはね、これ一番毒強いです、はい、これものすごくこの足からこういうふうに足の関節から毒出てきますので、これヒメツチハンミョウって、土ハンミョウの中も全部猛毒あるんで、昔からあのハンミョウの毒っていう暗殺に使われた毒です。これはすごい毒なんです。これも綺麗なんだよね。これあの豆ハンミョウ、これ綺麗です。あの花なんかの花を植物食べるんで、うんうん、花に行ったりするんですよ。あと大豆でしょ。大豆です。あとお米にも行ったりする。あ、ついこの間、先週かな、あのテレビの科捜研の女で、あ、ね、出てました。いらっしゃるんですよ、これがね結構ね決め手になったんですよ。あの大豆のたかってる、あ、ごめん、豆半苗がたかってる大豆 と、北海道は大豆にこれいないんですって。でそこでですね、あのすごい決め手になるっていうのに今使われてましたよ。すごい綺麗ですよね。綺麗ですよね。あの人殺せるらしいですよ。本当にやれば、毒を集めれば。これはちょっと怖いね。これよく言いますから気をつけてくださいね。笹やぶに、笹やぶにたくさんいますね。はい、ここからは芋虫系に入りますね。芋虫も人気出てきましたね。芋虫はね、やっぱり、芋虫って何なんですかね。男はあんまり好きじゃないんだけど、女の人の中にすごいファンがいるんですよね。この中で芋虫結構好きっていう方ってどのくらい？結構いるんですよね。男の方もいらっしゃるんですよ。女性系ものすごく多くて、あとほら、あのストラップが、ストラップもすごい人気で、すごい人気ですよこれね。うん、海洋の芋虫ストラップね。で第2週が出るとかいう話。第2弾出るっていう話なんで、これすごいいいですよ。そのくらいちょっとファンが増えてるんですけど、これはクロアゲハですね、赤い。これ角出させるのがなかなか、はい、あの大変で、角出して瞬間取らないといけないんで、これあの多分三大綺麗な色虫の中の一つに大抵入るのがキアゲハとアサギマダラと、うん、青星先生、この3つですね、うん、あれはめちゃめちゃ綺麗ですね。アサギマンダルはもう、うん、もうまさに綺麗ですけど、これは隠れてるんですよね。アサギマンダル、そうね、青星先生が出てる、青星先生、巣の中にいるでしょ。あの中、かしわ餅みたいな葉っぱを2つに折った中にいるんで、いるんでね、全部綺麗ですよね。おかひまみたいな感じですね。あ、そうですね、穴がポツポツって、はいはい、葉っぱを巻いて、うん、そこに穴が開いてて、その穴から多分、あの糞が外に排泄される、うん、だから、オカリナ風に巻いてあったら、うん、こいつが中にいるんです。あれ、すっごい綺麗ですね。なんか開けた時にこれ出てくると、あ、これもいいですね。全部いいですね、私これ見てないですね。これ、炭流し、なめくじ系、なめくじ系のやつ、炭流しって言って、ね、
これは今日持ってこなかったんですけど、これは幼虫が葉っぱを噛み砕いて、なんていうんでしたっけ、風でくる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 回るやつあるじゃないですか。モビールか、モビール、モビールとか言うじゃないですか。なんか上から吊るしてくる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 回るような、あれを作るんですよ。スミナガシの幼虫はその中に隠れてるんですね。弱冷の時は噛み砕いた葉っぱをこうやってモビールのようにつないで、そのぶら下がってる。だから我々からするとすっごい見つけやすいんですよ。それがあればそこにいるんだっていうのが分かっちゃうんで。食事は、食事は泡吹ですね。やっぱり泡吹なんだ。泡吹すごい。泡吹すると同じですね。ですね、はい、これ可愛いんですよ。可愛いんです、これ裏切りですね。これ面白いのは、これがお尻なんです。こちらね、こちらで、普通はアゲハの幼虫は角を頭からいじめて出すけど、これはお尻のこの角から毛の束を出して振り回すんですよ、ね、これは見物。これいつ頃見れる？これ一年中ほとんど見えますよ。すぐこう、だから丸を除けば、だって成虫越冬だから、うん、春先にもう卵を産むから、はい、2月3月ぐらいからもう成虫出てくるでしょ、うんうん、ってことは3月ぐらいにはもう卵を産んで、その後はずっといます。じゃあ、どうしたの？これは編み物です。あれすごいです、はい、もうすぐ、ね、クリスマスツリー、これも綺麗ですね。これもいいですね。これはビロードスズメ、一番日本でヘビに似てるって言われてる。この辺になるともうあれですよね、男の人はもうダメですよね。大体なんでか、なんか、あ、これもあれ、これはこれがもう男は絶対こんなの好きにならないと思うんでしょうけど、これすごかった。これ大人気でした。あ、どこで人気だったんですか？これね、川上たきりさんの、ここ川上たきりさんって画がものすごく好きな、画で一世風靡した女子大生、ね、うん、結構テレビなんかに見て、一世風靡した人、その人の手の上に今歩いてるんですよ、ここ。で、川上さんの一家が虫一家で、その虫一家が主催した芋虫会で見せてみたんですけど、もう女の人もキャッキャッって喜んで、こんねえなーっていう感じで、で、その後、この辺はガですね。あけびこの、これすごいですよ。これ開くと、こうなんですね。めちゃめちゃ。で、たきりさんによると、蝶でこういうのはいないじゃないですか。だから形が、全然蛾の方が、バラエティーがあって楽しいっていうね。蝶は全部同じ形なんですね。こういう柄はあるけど。だからその辺が蛾にハマる人がその辺だっていう感じ。日本産だと蝶は250ぐらいで、蛾は6000でしょ。蛾は6000ですよね。ちょっと毛が違う、ね、毛が違う。だから尽きない楽しみがある。蛾をやってる人っていうのは本当に果てしないと思うんですよね、うんうん、これも可愛いですね、うん、これ飛ぶ時がすごい可愛いですよね、はい、これ止まってるとこの中に飛ぶとこうやって飛ぶんですよ、上下しながら。あれすごい可愛い飛んでる姿。これ綺麗でしたね、これね。この時一緒にライトトラップにたきりさんと彼が取材で行くっていうんで、ちょっとやったことないから一緒に行っていいって言って一緒に行っちゃったんだよね。なんか小さいほど美しいっていう法則が蛾にはあるっていうたきりさんが言ってましたね。これはね、ここから蛾に入る人がすごく多いっていう。たきりさんは小学生の時、お水を見て蛾の道に入ってしまったと言ってました。これも綺麗でしたね。これも綺麗でしたね。飲んでまいりますね。すっごい綺麗でしたね。これも結構いますけど、これはでも羽毛が素敵ですよね。羽毛も綺麗ですね。これジャコウアゲハに擬態してるって言われてるアゲハモッキ。あ、これをあれですよね、どなたかあれですよね、難しいね、マークにしてらっしゃる方が、ね、この方はそうですね、井上恵子さん。あ、井上さん。あ、ね、好きなんですか。好きなんですか。どういうところが好きな魅力は。あ、やっぱりホバリングする、面白いですよね。
アモハオですね。はい。なんだっけ、ハミングバード、ハミングバードモスって言うんですよね。だからあのハチドリ、はい、ハチドリによくとあのハチドリがホバリングしてるのとすごい似てるっていうことで、ハミングバードモスって言うんですよね、この仲間はね。だから飛んでると本当にあのまあハチの方に近いのかもしれないですね、見た感じでね。マンマ結構多い。これこの間撮ったんですけど、これすごい。そうだ。綺麗ですね、結構小さいんですか。そうか、小さいです。4、5ミリしかないんです、ね、小さいね。すごい綺麗です。これは高いんですか。最初パッチし決めてる。これはここから冬、真冬、今の季節あの虫がちょっと枯渇する季節、うん、ということで冬は結構こういうのを探しています。オミカレーのものですね。イラグラのブルースタリーの場合ですね。山かましと言われています。で、こっからがもうこっからもうマニアの世界になっていくんで、冬尺をやるようになったらもう終わりですよね。いいですね。だって一度ね、冬尺探しに行ったのね、天野さんと。そしたらあの結局手すりとかにメスはいるんですけど、オスを探しに女子トイレ女子トイレ結構狙い目ですよね。狙い目ですね。結構女子トイレにいたりしてね。もう終わりですね。ね、終わりですね。これやるよね。一線を越えちゃいますね。冬はだから冬にも虫はたくさん越冬している虫はいるんですけども、うん、冬にしか成虫にならないっていうのは少ないんですよ、すごく。そういう意味でそれをわざわざこんなに地味だけど探してるっていうのは多いですね。これって夜撮ったの？これね、これは昼間なんですよ。そう、よく撮れたね。クロスジだけは昼間飛ぶかなんです。これだけなんです、冬尺の中で。これだけは昼間飛んでるんで、冬尺の交尾っていうのはあのこれは昼間見えます。本当、真冬の夜中にあの行かないといけないのかなと思うんで、基本真冬の夜中に公園の中を、ね、あの飛ぶ飛ぶ歩いてないと見れない、はい、これ一番これ一番人気ですね。冬尺の中で一番人気の茶羽の冬尺。これ大きいです。これ大きいの2センチぐらいあります、ね。これはすごい立派なやつですね。羽がないっていうところがすごいですよね。これ羽がないけど、これあのガですから、成虫ですから。これにはまるようになると、毎年これを見ないと冬越せなくなるんですよね。これトンボですね。これも冬のね。これも冬の定番で、夏はこの色なんです。すっごい綺麗なんですよ、夏の細身を釣るのは。でもこれは多分これが卵を産んで成虫になってずっと茶色で、冬までずっと茶色で、で春になって色がこれに変わるんです。この色から春になって青くなってっていう感じで、またここから交尾が始まるっていう。冬はでもこれ探すのすっごい大変ですから、絶対見つかないです。そこに飛んでたっていうのを目撃しておかないと見つかないですね。そのあたりにこいつが何匹か飛んでたっていうのを目撃しておいて、冬そのあたりを、まあ、何時間かかけて一生懸命枯れ枝を探してずっと見ていくと、たまに一匹いるっていう、そういう世界なんで。すごいさん、ごめん、あのもうそろそろですね。次の、まだ今、ショーに次のショーじゃないですか、行こうよ。行きますか。時々あの、とにかくこう時々ストップしないと止まらない方なんで、天野さんにストップしてって言われて、ね、はい。で、私がちょっとぜひお話ししたいのはですね、お話聞きたいのは、この最後に家庭崩壊の危機、海外家族旅行、虫探し旅行っていうのがあるんですね。でこれはあのサイトで読んでいらっしゃる方はよくわかると思うんですけれども、非常に緊迫感のあるというか、実りが多いというか、出色の出来がこの章だと思っているんで、ちょっとぜひ聞きたいんですけど。海外旅行は基本、私もし一人で虫取りに行ったら、そこで我が家は終わりです。
やっぱりあそうなのねって言われて、そういう人なのねっていうことで終わってしまうので、あそう非常に難しいんですけども、観光と組み合わせるっていうことで、これは毎回そういうのが大変なんですよね。普通虫取りに行くと海外せっかく行くんだから1週間ずっと虫探したいじゃないですか、はい、それを5日のうち2日とか1日とか1日とかね4日間は買い物したり観光したりするわけですよ。で1日にかけるわけですからね、これ私いつも思うんだけど、その1日で今回1日しかなかった台風だったとかっていう記事が載ってるんですよ。で、あ今回はアマゾン通ってダメだったなって思って呼び出すと、最後には結局この粘り腰というか運も強いよね。そうですね。あと多分まあ記事に書く以外にかなりマジに情報集めしてんだろうなと思うんですよ。それじゃなきゃこんな毎回うまくいかないから最終的に私は思ってるんですけど、情報は集めます ね。でもそれは、うん、あの家族の分も含めて集めるんですよ。雨になったらどこ行くかとか、うん、そういうことを含めて全部集めて、で万が一そのすごいいい天気になったらその瞬間に切り替えて突然虫に持っていくためのなんかいろいろ考えあの天野さんの奥様はものすごい美人なんですよ。本当に美人ね。あね。私も一度お会いしてびっくりした、びっくりってことはないですけど、あの美人なんですよ。で、息子さんが一人いて今中学2年生ぐらいですか。今中1、2、うん、あ中2になった。それで、まずもっと小学生のうちはあの息子さんをこう虫の方に浜田さん引き入れてたんですけど、最近はちょっとその奥様の方にだいぶ息子さんはあのなびいていてでしょ。そうですね。息子はあんまり行かなくなりましたからね。だんだん苦戦してるんですけれども、それでもですね毎回あの綿密に計画を立てて、その虫に興味のない奥さんや息子さんをも納得させるようなちょっとかけないのか、すいません。こういうのもたまに撮ります。ベトナムはやっぱり女性綺麗ですからね、はい、ちょっと撮ってしまいますね。なるほど、はい、でどんなところに行かれたんでしたっけ。はい、お金がないんで東南アジアしか行けないんですよ。なんでこれあマイコちゃんも言ってたクックフンですね、うん、クックフン雑虫も綺麗ですよね。綺麗だね、これも綺麗ですね、うん、これが本当僕一番好きなんですよね。あれもうこんなもん2センチぐらいしかないかな、すんごい小さいんだって。8にしか見えないんですよ。パタパタパタってものすごい小刻みに震わせながら、うん、地面すれすれ飛ぶんですね。だから8にしか見えないですね、うん、でもあの止まるとアゲハなんだなっていうのが分かる、ものすごい小さなのがあるんです、うん、あこれがあれです。この時だけは奥様がそうそう拍手で喜んだっていう、ね、そうなんですよ、うん、今まで虫のことを毛嫌いしてたくせにですね、なんかこの時だけね、これ大梅さんチラッと映ってるんですけど、なんか後で聞いたらそんな覚えがないって言ってるんですけど、この時だけはね、うん、最初嫌がってるでしょ。あはいはい、これが私ですね、これ息子が撮ってるんですけどね、うわーって言ってるとこね、すごいんですよ、見てください、ほら拍手してでしょ、貴重な拍手ついにここまでやったって感じですね。ついに、そうそう、やっぱこのくらい見せないと嫁さん乗ってこないんで大変なんですよ。どうだすごいだろうって言っても大抵のことはバカにされるんで、奥様はヨーロッパに行きたいなとかそういうふうに言ってらしたの で、 で、ね、あのでもそれはないじゃないですか、やっぱり虫が見れるっていうのと旅行っていうと。そうなんです、ね、パリなんてハリしかいなかったですから、あ、はい、無理です、やめた方がいいです、山の方に行けば別ですけど。いやだからあの南仏のファーブが行きたいんですよ、ね、うん、まだすっごい遠い、価値高いから招待以外は行けないんで、ね、ぜひあの関係者の方に行ったんですが、南仏に招待していただければ南仏にも行きたいと思います。で多分ねこの中にもそういうあの同じような事情、家族で行きたいんだけど、工夫しないといけないんだなっていう方がたくさんいらっしゃると思うの で、 そうです、ね、ちょっとそのコツを教えてください。あ
やっぱりあのまずどうしますか。カイカさんのところみたいに、あの家族の理解に恵まれてる人ってすごい少ないと思うんですよ。最低はどっちか好きでも、どっちか嫌いですよね。だから、でカイカさんのところみたいにそのお金も暇もあって、ご主人も虫が好きっていうケースはまずないと思うんで、基本は計画をやっぱり目見つめることですよね。で嫁さんが一応喜ぶのを作って観光コースの中にちょっとね動物園が穴場なんですよ。だからどこの町に行っても大きな町でも動物園必ずあるんですよ。だからハノイに行ってもあればバンコクに行ってもある。動物園はすごい虫にとっては穴場なので、だからやっぱり旅行の計画なら動物園は必ず来るんですね。これはこれが一つです。これ一つの一つですね、はい、これすごいですよ。あ、これいいよね。私これ見に行きたいな。これは一番、これが一番さっき言ったやつだね。そうそう、何種類もいるんですね。ベアハゴロも、そう、ベアハゴロも結構ね、この時は3種類いましたけど、羽、ゾウの鼻で、セミで、蝶の鼻って言われてるんです、鼻がすごいでしょ。で、この鼻をしてて、で止まってる、まあ、セミ、基本的にセミの仲間なんですけど、羽を開くと蝶の羽。これはすごいです。結構大きいですね。結構大きいです。結構大きさだったら、これはこの2つまではね、実はね、あのその地元のガイドが見つけてくれたんです。私が見つけたのは、すごい地味な鼻のないやつ。でもいいちょっと感じ。開くとでも真っ赤だ。こんな感じでしたね。これはすごいですね。ここ結構良かったですよ。タイの、ね、タイ あのプーケットの近くなんで、だからやっぱりプーケットで観光して、で何気なく明日はちょっと行ってみようかみたいな感じで行くとうまくいくんですよ。だからタイに行くんだったらやっぱりバンコクに、バンコクの近くもすごいカオヤイってものすごい巨大な自然公園がありまして、バンコクで観光して。遺跡見るようなふりをしてですね、遺跡を通り過ぎてローって言ったらジャングル行ってるっていう、そういう構図が一番いいですね。わかりました、ありがとうございます。これも綺麗だよね。そうですね、いろいろ海外に行ってらっしゃるんですけど、本当に虫が好きだったらマレーシアって言ってましたけど、マレーシア、マレーシア実は本に、載せきれなかったんですよね、だから多分皆さんが本を買ってくれて続婚着者が出ればマレーシア編ということになると思うんですけど、はい、ということらしいですよ。で、じゃあこれからはどのふうに、まだマレーシアこれ系ですか。マレーシアこれ系ですか。マレーシアこれ系なんで、男の人はやっぱり絶対マレーシア、タイとかよりも完全にマレーシアですね。これ系とかこんなのこれ系とかですから、やっぱりマレーシアですね。これもマレーシアですよ。赤い鳥羽っていっぱいいますから、こんな感じで群れてますよ、赤い鳥羽が。あれはもう絶対もう本当に極めるなマレーシアですね。これもそうです。これもワシントン条約ですね。これ帝王星ですね。あ、ちょっと待ってな。ありがとうございます。で、今日はですね、なんか普段の観察とか採集に、使っている昆虫記者の、マルヒグッズを見てきてくれたんでしょう。あ、マルヒグッズ。うん。ちょっと帽子忘れちゃったんですけどね。やっぱり昆虫記者と言いながらですね、やっぱり大人が虫取るのは恥ずかしいんで、網はちょっと恥ずかしいんですよ、これ持って歩くの。なんで、これ子供用の網なんですけど、子供用のこういう虫取り網ってるじゃないですか。あれに、これ渓流竿ですね。渓流竿にそれをくっつけて、こうすると、普段はこうやっておけば、カバンの中に全部入るんですね。こうやって中に入ってるんで、恥ずかしくない。でも、どうしてもあそこにいるのが取りたいってがあるじゃないですか。あるんですよ、必ず来るんですよ、そういう時が。そういう時だけこれを出して、で、目の前を虫が通り過ぎるっていうのが結構あるんですよ。バ
ーっとカブトムシが目の前で飛んでるっていう、こういう時は帽子なんですけど、あのメッシュの帽子に大体後ろに調節するとこあるんですけど、あの調節するとこ意外とパッと捕まえたつもりでここから逃げられるんです。でここにあのみかんの網とかああいうの貼っておいて、でそうするとここ全体が網になるんでこう捕まえて、で上から見えるんでという感じですね。すごい分かんないです今の説明で、はい、みかんのネットを胸につけてくる、違う違う、帽子のそのままね調節するとこれすごいです。あのこういう網をですね、帽子の後ろ の、 あのサイズ調整するときに三日月の穴が開いてるんです。あそこにはこれを貼って縫い付けておくと、そこから虫逃げられますので、私の帽子はそうなってます。ここに網が貼ってあったりする。これ100円ショップで売ってるあの洗濯物入れるんですけど、これすっごい便利なんですよ、ね、こんな小さくなって開いて、で蝶々を飼うときに、蝶々の幼虫を飼うときにこれをこうやって食事を入れて、ポッと入れてこの上にかぶせる。そうすると一丁丁になってもこの中に入っているので、これものすごく重宝してます。いつも重宝買うときは、セブンランド買うときはこれ、この中で買ってこれすごくいいです。で、こういうものを言えるのは、これも100円ショップですけど、100円ショップの札って何かですけど、これ、こういう入れ物に入れておくと、これ自体虫かごになるんで、虫かごってあるのすごい邪魔なんで、でも最終的にはこれを虫かごにして、で、黄色い紙は割と持ち歩いた。これはあの川の水辺とかに置いておくと蝶が持ってくるんです。だから黄色い紙結構もあのオランアスリー必ずあの黄色い紙を置いてました。だからそこにねやってくるんです蝶々がいっぱい。それ見てから黄色い紙は持ち歩かないと。であとだからそれは水辺なんです。水がなかったらあのうんちを探すんですよ。動物の糞を探して動物の糞があったら大抵乾いちゃってるんで、それに水をかけておくと、そこに蝶たくさん来ますから、汚いですけど、蝶は結構汚いもん、オムラサキも来てるんですよね。オムラサキも気がつくと、あのいろいろうちにいるんですよね。意外と汚いやつなんです。で水筒のも全部これ、カバンの背中にこう入れておけるんで、こうやって一瞬で凍るんで、この手の100円ショップのこういうやつを、でこれ水ちょっと薄く入れて、冷凍庫に入れると5分ぐらい凍っちゃうんで、それを、と飲むんですね。で、すぐ凍っちゃうんで、楽なんですね。で、それをこう保温袋に入れて、で、カバンの後ろに入れると場所全然取らなくて、水筒持ち歩くと大変なんで、重いんで、結構ジャングルみんな歩くんですよ。ジャングルはなるべく軽くしなきゃいけないんで、しんどいんで、これ入れて、で、これ座るときすごい、無駄がない、その辺、大抵100円ショップで揃います。あの、昆虫ショップ行くと、ものすごく高いですから、すべてのものが、あらゆるものが高いんで、それは買わずに、やりましょう。ありがとうございます、はい、ここで、どうしよう、ちょっと質疑入りますか。そうですね。ね、あの私が一番気になっているのはやっぱりあの熱中人で出てきた男の人と女の人の虫の見方の違い、新旧の違いもあると思うんですけど、やたらだったら集めるっていうのは男だけでしょ。コレクション標本にする。でそれも同じ種類でも、もう希少な本当に珍しいやつだったら100匹集めたいみたいなのをやるじゃないですか。女の人絶対やらないんですよ。まあね、少ないですから、うん、その辺やっぱりちょっと違いがあるんじゃないかなと思って、で虫を趣味にしてらっしゃる女性の方にちょっと聞きたいんだね。ですけど、どんな虫とお付き合いとかしてるか、ね、虫好き男とは付き合えないみたいな。どうですか、どんな風に虫を楽しんでいますか。虫は育てる楽しみですかね。あ、育てるの、そうですね、はい、そうですね、芋虫とか。そうですね、芋虫標本にできないんですからね。芋虫は標本にならないですから。あ、そうですね、見なくしますね。あと、あのこういう
的な動機で とかこういう楽しみ方も女性は、ね、よくしています。加賀さんのお友達も、ね、はい、与那国さん、ああそうなんです、ね、今日ちょっとこの両側に飾ってある絵を紹介したいんですけど、あちらの絵は木版画なんですが、私の2冊目の虫の本の表紙と同じなので、この木版画を作ってくださった竹上妙恵さんの作品です。バッタと、それからカマキリムシだっけ、カマキリムシ、それからテントウムシ、それから、こちら側はですね、今話に出た与那国さんを、イラストレーターの宇佐美智子さんが、去年の8月に見に行って、で、一頭だけ見れたということなんですけども、その雰囲気を、これも詩で見返したってすごく素敵な絵なので、皆さん、後でちょっとじっくり見てください。いつもここには普通の名画がかかってるんですけど、今日はぜひ虫尽くしにしてください。持ってきていただいて、一日だけの展示です。それから、宇佐美さんのいろんな他のグッズは、7階の方でも販売してますし、竹上さんのグッズももうすぐ、純武堂さんで売られるんじゃないかなと思うので、よかったら帰りに考えてみてください。画がやっぱりね、女性は画が好きな人がすごく多くてね。私なんか昼側は行けるんですけど、夜側はちょっとなかなかね、見るの大変でした。なんか昼側はすごい綺麗ですけどね、なんか聞いてみたいっていう方いらっしゃいますか、昆虫記者に。台湾だね、台湾は昼が出るんですよ。あ、そうなんだ。なん日本がやっぱり昼が少ないですよね。昼に綺麗な金子がぐらいでしょ、昼が、まあまあまあは綺麗でもやっぱり少ないですよ、ね、台湾のね、昼がものすごい綺麗で、これはよくね、沖縄にもいる、そうですね、ヒヨビエだし、これもものすごく飛んでるとものすごく綺麗だし、これもすっごい綺麗だったし、だから、ガの好きな人はね、夜のほうがあれなんですけど、これもすっごい綺麗、これは九州あたりから綺麗ですよね、一番のやつね、これもすごいですよね。ちょっと宇佐美さんの夜が魅力を。私は夜がというか、山前、山前形がすごい好きなので、与那国さんはもうやっぱりなんか女王的な感じで、ずっと憧れて、執念で行きました。でかいですよね。私も前から与那国島に行くって聞いてたんですけども、ちょうどその3週間ぐらい前に台風来たんですよ。で、まあ3週間もだし、お天気すごい良かったんで、あ、きっと見れてんだろうなと思ったんですけど、3泊4日で最後の夜ですね。で、最後の夜、やっぱり与那国さんを見たいという女性と一緒に2人で行かれたんですけど、民宿の女将に2人で森に行くのは絶対ダメだってマジで止められたんですけど、まあ、それを振り切って、もう最初で、もうその時しかね、ないからね。夜の10時に出発して、森の中3時間ぐらい探して、で一頭見つけたんだよね。でもその一頭見つけたのが本当に綺麗な個体だったんで、浮かしたてだったのかな。それがこういう絵になりましたので、ぜひご覧ください。すごい。マクニャみたいですね。ね、すいません。くずまきのです。くずまきです。まだ後で天野さんともどうぞお話しください。それで、ちょっとこの場を借りてですね、今日は先週ちょっと岩手県のくずまき町えかり小学校という、山あい の小学校に行ってきました。なぜかというと、前のカメムシトークの時も来た方はご存じだと思うんですけども、去年の12月にその小学校からですね、校長先生から女性なんですけども一通のお手紙が来て、
葛巻の町っていうのは本当に過疎の過疎で何もないと。でも酪農と林業とそれからワイン作りとそれからあとクリーンエネルギー、震災の前から町のエネルギー自給率 160% っていうことですごいそういう意味ではもう日本で非常に注目を集めている町なんです。小さい町なんですよ。総人口が7000人ちょっとですから。でその町でやっぱりカメムシ以外冬多いんですね。どんどん、 なんか家の中に越冬で入り込んできて、普通のうちも困りますけれども、ホテルとか旅館とか営業にならないようなそういう迷惑を被ってるんですけれども、でその小さな小学校29人しかいない小学校にもカメムシいっぱい飛んでくる。で初めはみんな嫌だったんですけれども、なんていうかな、その町のポリシーっていうのがないことを嘆かずあるものを力にするっていうのがもうポリシーなんですよ。それでその校長先生がですね、こんなにたくさんいるんだからどんなのがいるか調べてみようよって、子供に言ったわけですね。でそれをきっかけに、去年の4月から12月までで37種類のカメムシを子供たちがこう見つけたわけですよ。学校で、この自分たちが見つけたものでカメムシ図鑑を作ってるんですね。でただ校長先生がお手紙をくれたのは、カメムシ図鑑を見ながら名前を調べたんだけれども、もしかしたら間違ってるかもしれないんで、著者の先生方に写真を送るから聞きたいんだけど確かめたいということだったんです。その手紙を読んだ出版社の担当編集者とか著者が、もう感激してしまいまして、カメムシのことでですね、そんなに温かい反応を一般の方からいただけるってことはめったにないのでそれで、私もその話を聞いてすぐ行こうと思ったんですね。行ってみたいと思って、よかったらちょっと見てください。でこのエカリカメムシ図鑑っていうエカリ小学校で見つけた37種類のカメムシの手作り図鑑なんですけども、これ全校生持ってるんですよ。で私も、一ついただきまして、で今日は伊丹からわざわざ来てくださった長島盛大さん、こんにちは。伊丹昆虫館の学芸研究員でいらして、今やってますね。いえいえ、それで一緒に、東京大学の石川忠さんとそれから長島盛大さん奥様とそれから1歳半ぐらいの風太くんっていう坊ちゃんとそれから、出版社の大久保さんと私で行ってきました。でもう本当に簡単に話せないくらいいろいろなことがご報告したいことがありまして、多分石川さんや長島さんはまた春に行くらしいです。そういうずっとこのご縁を発展させたいというような旅でした。で、くつまきっていうのは山ぶどうでワインを作ってまして、結構全国的に有名な例えば青っていう赤ワインとかを有名なんですけども、非常に質の高い、なんか写真あったっけ、町は、これこんな白黒の風景なんですよね。それからこれが小学校に、前の方が子供で後ろは全部町の人とか町のお偉方とかみんな集まってくれたんですよね。それでこれがワイナリーです。これが山ぶどう、普通より全然小さい。でこれはワイナリーで信用してるとこなんですけれども、で帰る日にですね、このごめんね、いいこれ、このホタルっていう白ワインがあるんですけども、これの特別ラベルを、つけた私たちの訪問の時の写真をラベルをつけた特別なワインをお土産にいただきまして、今日皆さんにもう一舐めぐらいずつなんですけども、ご一緒に
ちょっとだけ味わっていただこうと思って今開けました。よろしかったらどうぞ、お酒大丈夫な人、ほんのちょっと私です皆さんに、なのでこれがまあ、くず巻きのですね、素晴らしい旅で、これからもきっと発展、いろんな形で発展していきそうなカメムシの、ちょっとしたこの土地の味を味わってください。この瓶はもう大事なので持って帰ります。そうか、なんかあ、そうだ、で長島さんがなんか素敵なパンフレットを今日皆さんにっていうことでお土産に持ってきてくださいましたので、カメムシ展はいつまででしたっけ、イタコの長島さん。3月31日まで、はい、企画展でカメムシの企画展をしてます。はい、一応あんまり言っちゃダメって言われてる、うん、4月の16日ぐらいまでは、うん、多分会計としますそうですので、西の方に行かれる方、ぜひ、もちろん西の方にお住まいの方、ぜひ素晴らしい展覧会ですので、関係ない、いい、カメムシの写真持ってるやん。アマンさんもすごいカメムシの写真いいのいっぱい撮ってるよね。なんかいつも昆虫記者のサイトを見るといいなと思うんですけども、どうもそれがこう 脇役の虫ばかりなんですね。ハムシとかカメムシとか、なんかもう一つ買って帰るとこまで踏み入りつかない方に何か聞きたいことあるのでどうぞ。カメムシだったらこれですよね、はい、今リムの季節見るんだったら、うん、これが一番見頃ですね。これは房総の先端に行くと今の時期だとこんな感じ、これ少ない方ですけども10匹ぐらいでたっとマテバシとかの葉っぱの裏にいっぱいくっついてますんで、今の時期に見るのはこれ結構綺麗ですよね、横から見るとね。大きいしね、大きいしね、これ大きいですね、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 大きさ差があるとね、大きいのは2センチ超えるぐらいですからね、すごい大きいですね、これですね。冬はこれですね、まあ、冬はテントウムシの、いろいろ混じってますね。これはカメノコが結構いるんですよ。カメノコね、カメノコが入ってますね、うん、そういうテントウムシと真冬は結構、ちょっと枯れた木の皮の下とかにこういうのがドカーンと固まっているので探すの良いのかなと。そうだ、ごめん、ちょっと一個だけいい、今のくず巻きのワインと合わせて、皆さんにお土産をもっと持って帰りたかったんですけども、ちょっと今回これに一番で申し込んでくださった方1名に、ちょっとしたお土産を、くず巻きのお土産を差し上げたいんですけど、一番の方のお名前、お、森江さんありがとうございます。みんな一番に申し込みいただいてありがとうございました。ですね、もうそろそろ時間もあれなんですけど、なんかこれだけ見せよう、はい、お願いします。あと5分ぐらい、あと5分、うん、で一旦多分ネットの方はガバッと切られてしまうんで、こっからあ、これまあめったに見れます載せませんから表には出さないんで、あれうちの家族ですね。ニコニコしてますけど、内心はあんまりニコニコしてない。みたいな感じで、またジャングルなのみたいな雰囲気の、これがタイの顔やいっていうところで、ものすごく自然が豊富で、ゾウ、これ動物園みたいにいるんですよ。本当まず動物園じゃないかと思うぐらい。ドカーンと多分10頭ぐらいこれジャングルから出てきて、であっという間に5分ぐらいかな
ジャムジャム消えて、うん、そこにいたことが夢のように消えてる。綺麗だね。綺麗ですね。これ成虫見た？いや見てないです。これ冬だったんで、真冬なんで結構成虫少なくて、これ大きさどのくらいですか？これ結構大きめですよ。3、4センチはあるかな。これはさっき言った青バスセリ系ですね。ぴったり巻いて、その中にこうやって隠れて住んでる。だから多分これセセリになるっていうことですね。で、ここはね、カオヤイはね、この雲がものすごくたくさんトゲグモの種類が多くて、2匹に1匹はトゲグモですね。夢のような場所ですよね。トゲグモヘタレスにとっては、本当に夢のような場所。もっとすごいじゃん。すごいのいますよね、あそこね。ちょっと。バッファローって持ってきないかもしれない。バッファロースパイルすごいですよね。これすごいですね。これ、ボクサーカマキっていうらしいんですよ。で、これが開くと、こうなるんですね。で構えがいかにもボクサー、ね、ボクサーカマキって言われてるし、ボクサーっぽいんだ、うん、これは素晴らしい。で、ちょっと昆虫食も最近始めたんで、これ高めにこれは美味しいです。他のはね、あんまりね、おすすめじゃないんですけど、高めはね、これは大きいよね、これ、うん、これはお腹をね、お腹を裂いて、足とか羽とかは食べないんですよ。お腹の中身だけを食べるんですけど、お腹の中身がね、ちょっと酸っぱいんですよ。他の虫は味があんまりないんですね。なんかカサカサした感じなんだけど、これは本当にしっとりとして酸っぱいっていうのが、これは本当に美味しいです。これは一度、最近でも売ってる店が減ってきたかもしれない。昆虫食はこの手が多いですね。で、白いイモムシが、あれが一番ポピュラー。竹虫っていうやつで、中華料理でよく出てくる竹の中に入ってるやつ。で、これは日本でも食べる、サナギが真ん中にあって、で、こっちはイナゴがたくさんあって、結構コオロギもたくさん売ってます。コオロギは食べなかったんですけど、コオロギの方が多分バッタよりは美味しいと思いますね。豚はね、どうもジャリジャリしてね、あんまり、サナギは美味しいです、さすがに日本で食べるだけあって。で、気をつけなきゃいけないのこいつなんで、これ肥料、私吸ったやつで、これ血が、そうそう、これ血がもう服べったり血がついてましたね。これね、歩いてる時はもうほとんどね、糸みたいなやつですよ。棒もう1ミリか2ミリぐらいの太さしかないのが、すんごい細いんですよ。あれがこうやってくるんですね。で、足の上こうやって登ってきて、早いよね。早い。あっちがシュッ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 って来て、シャクトリムシ系でこうやってくるんですよ。で、血吸うとこうやってポロンとなって、お腹いっぱいになると落ちる。これたまたま服の中にいたので落ちないで、そのまま服の中にポロンとこうなってました。あと、ゲテモノ好きな人は、結構、これダンゴムシですね。マレーシアのダンゴムシ、これすごい。ゴキブリも結構マレーシアの綺麗です、うん、こっちタイのゴキブリ、こういう意味でしょ結構ね、だから好きな人はゴキブリも好きですよね、うん、出口で本が気になりますので、もしよろしかったら、お買い求めください。生活かかってます。じゃあ、今日はこれで。